ラムネは脳にいいのか。精神科医カバさん、塩のカバチャンネル。今日はスペインのビルバオ、ロケンハイム美術館の前からお届けしています。今日は質問いただきました。ヒゲペンギンさん、44歳男性。脳のエネルギー源はブドウ糖だと聞きます。お菓子のラムネは 90% ブドウ糖の塊です。お菓子のラムネを食べると脳のエネルギーになるのでしょうか。なります。ブドウ糖なのでね、人間の脳っていうのはブドウ糖ほぼ唯一のエネルギー源としております。なので体の中での血糖が下がってくるとぼーっとした状態になり、脳のパフォーマンスっていうのは 100% 発揮できなくなってますよね。人間の脳っていうのは体重でいうと全体重の大体1割ぐらいで、糖の消費でいうと体全体の20から 25% ぐらい、4分の1から5分の1ぐらいの糖を消費していると言われていますね。ですからものすごいエネルギーを放出するというのが脳の働きでございます。ですから例えば会議とかを白熱して2時間とか3時間とかずっとやったりすると脳が疲れてきますから、ぼーっとしてくるわけですね。そういった時に例えばラムネのようなものとか甘いものを食べるっていうのはそれなりに意味があるということが言えると思います。血糖が下がった時に血糖を上げて脳のエネルギーを補充してあげるという意味で、ラムネというものはブドウ糖ですから、ブドウ糖っていうのは食べるとものすごい速度で吸収されます。ですから30秒とか1分ぐらいで吸収されてすぐ脳に行き渡るというふうにね、数分もかからないというふうに考えていいと思います。だからそういうふうに脳が疲れたなとか、仕事もちょっと疲れたっていう時にそういうのをラムネを食べるというのが一ついい方法だと思います。じゃあたくさん食べれば食べるほど脳の当たりが良くなるんですかというと、それは真逆ですね。そこは注意しないといけません。血糖が高くなるとこのインシュリンという物質が出るんですね。インシュリンという物質が血糖を下げる物質なので血糖がドーンと下がるんです。だからせっかく甘いものを食べてるのに血糖がドーンと下がって、また脳のパフォーマンスがもっと悪くなってしまうという本末転倒な状態っていうのが起こってきます。例えばご飯食べた後にすごくこう眠くなったり仕事がはかどらなくなる、例えば午後2時ぐらいになってなんかすごい眠くなったり仕事がはかどらないっていう状態に経験すると思うんですけど、それっておそらくはランチ時間でご飯を食べて血糖がわーっと上がった後にインシュリンがバーンと出て血糖がドーンと下がるということによってパフォーマンスが下がるということが起こるんです。だから脳が疲れてるからって言ってラムネを飲むとたくさん食べたら今度血糖が上がりすぎますから、インシュリンが出て脳のパフォーマンスが下がるというふうになります。なのでたくさん食べ過ぎないというのが重要なので、ちょびっとだけ食べて脳を補充するという、そういう使い方をするんですね。脳にエネルギーを補充しながらですね、バリバリと長時間仕事をするということも可能になってくるかもしれませんので、そういう上手な使い方をねしていくといいと思います。何粒まで大丈夫ですかってことを聞く人がいるんだけど、人によってそういう血糖の上がり方とか、例えば糖尿病の毛がある人とそうでない人と、健康な人とそうでない人と、ご飯たくさん食べてる人と食べてない人、いろんな人がいるので、ラムネ1粒食べたら、あるいは2粒食べて血糖がどれだけ上がるかっていうのはそれ個人差があるので一概には言えませんので、とりあえず1粒か2粒ぐらい食べてね、様子を見て調子がいいんだったらまたそれを言うけど、繰り返していけばいいというふうになりますので、ぜひですね、糖分の補給というのを上手にすることによって脳のパフォーマンスを上げるように、仕事や免疫を高めらせるようにしていただきたいなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。